コロナは、まあ、感染症で、広がって、まあ、健康上も非常にリスクが高かったこともあり、さらに、いろいろね、自粛したことによって、こう、経済的にも大きなダメージがありましたよね。ありました。で、なので、もちろんこれはもう大ピンチだと思います。ただ、これは見方を変えれば、やっぱりチャンスにできるピンチでもあると思うんですよね。なるほど、なるほど。特に日本においては、まあ、失われた30年なんて言われますけれども、結局この、30年ぐらい、まあ、世界的に見てこう地位が沈没し続けているっていうのは、やっぱインターネットを使えなかったってことだと私は思ってるんですよ。なるほど、なるほど。このね、この2、30年のこのインターネット、まあ、コンピューターテクノロジーの進化っていうのが素晴らしかったのに、残念ながらに日本人はこれをうまく活用としな、しようとしなかった。だからそれがこのコロナによって、ある意味活用せざるを得なくなった。なぜならば人が集まれないわけですね。そうですね。リアルに集まれなかったらネット使うしかないわけですよ。そうですね。お店に行けなかったらネットで注文するしかないわけですよ。で、このネットを使うっていうところにようやく日本人が目覚めるチャンス。で、これそれは働き方改革もそうだし、もしかしたら教育もそうかもしれませんね。教育もオンライン学習っていうのをもしうまくね、やれればもっと質の高い教育ができるかもしれない。だからぜひこのコロナっていうのは大変なピンチではあるけれども、まあ、大きなチャンスに変えられるので、ぜひそこ目覚めていただきたいなっていうのが、まあ、私たちみたいな、まあ、このコンピューター業界にいる人間からの思いですね。なるほど。周りの IT 企業とかコンピューター業界の方の実際の経営状況を見て、そこはやっぱりそれでもやっぱコロナは厳しい状況、企業があちこちあるということですか。それはそこはあんまり実はそんなに大きな影響を受けてないという感じですか。そうですね。あの企業によってまちまちではありますし、結構ダメージを受けている会社もあるんですけれども、こうやっぱりあの、ダメージの大きい、まあ、今回、ダメージの大きい会社と小さい会社の差っていうのは、このインターネット活用度に私はあの大きな影響があると思ってます。例えば、これはあの IT 業界じゃないですけど、例えば飲食店があります。もうお客様をお店に入れることができなくなりました。はい、売上がゼロになりましたっていうところもあるかと思えば、はい、じゃあ、デリバリーやればいいじゃん。テイクアウトやればいいじゃん。ネットでホームページ出して、DM 出して、注文募れば、それなりに売れるじゃんっていうふうにうまく乗り切ろうとしてるところもある。で、この差は何かっていうと、やっぱりインターネットを使えるかどうかですね。なるほど、なるほど。で、その私たちはリアルに合わなくても、商売をする道具をもうすでに持ってるんですよ、なるほどね、なるほどね。今回、その、例えば、普通の会社の営業職、営業職みたいな人も、もう今までね、こう、往復して、足で稼ぐ営業してた人からすると、うわ、もう営業できなくなったってなってると思うんですよ。ところが、これがやっぱりインターネットを使って、じゃあこういうオンライン会議をやればいいじゃないかとか、で、こう、イベントが開催できないんだったら、セミナーを開催できないんだったら、オンラインのイベント、オンラインのセミナーをやればいいじゃないかと。こうすればむしろ、今まで以上に人を集められるかもしれない。今まで以上に低コストで、できるかもしれない。私がこうやってこう福山さんとあのお話できるのも、まあ、ね、もうオンラインだからね、全く移動時間なくパッと会える、そうなんですよね。だからこのインターネットを使えれば、実は今まで以上に生産性を上げることができる、ここに気づいていただきたいなって、そこですよね。はい、思いとしてはありますね。なるほどね。あの実際に、先ほど飲食店の話を例に出されましたけど、例えばその在宅勤務にしてもリモートワークの話にしてもそうなんですけど、周りに変化をしだしている企業もやっぱりたくさんあるというふうにあのご覧になってますか。出始めてますね。いろんな業種で、業種業態関係なく、あ、関係ないんですか。関係ないですよ。もう中小、もう地方の中小企業でもね、クリーニング店でもそうですし、はい、ガソリンさんでもそうですし、もう何もいろんなみんなね、工夫しながら乗り切ろうとしてますよ。はい、面白いですよね。あのあれですよね、サイボスさんはテレワークをうまくやるためのセミナーとかもやっておられるから、やっぱりテレワークを導入しようという企業がこういろんなことで教えてくれとか、一回セミナー受けたいとかいう人もやっぱり増えてるっていうことなんですかね。増えてますね。増えてます。この間あるところで聞いたら、子どもたちのそのオンラインの学習を学年もバラバラ、そして世界とつながってやったら、子どもたちのその何て言うかな、モチベーションがむちゃくちゃ広がって、それから多様性に対する理解がむちゃくちゃ広がったっていう、
僕ある方から報告を聞いたんですけど、そんなことはリアルのところではできないですもんね。できないですね、うん、いや本当ね、サイボーズもね、こうなんか偉そうに働き方先進企業でねテレワークやってましたけどね、はい、私たちもね本当いっぱい発見があるんですよ。は、例えばあの新卒を採用するじゃないですか、はいはい、今もね採用シーズン真っ只中ですよ。そうですね、会社説明会開けないわけです。そうですね、で会社説明会開けないんで、オンラインで会社説明会やったら、うん、普段やっぱり100人から150人ぐらいしか集められなかったのが全国から300人ぐらい集まるんですよ。あ、これこっちの方が効率いいじゃんみたいな。あ、サイボーズもね所詮このレベルですよ。まだまだこうね、皆さん工夫して、このネットを使ってね、うん、より質の高い効率のいいサービスができると思うんですよね。うん、教育なんてね、本当そうだと思いますね。なるほどね、そうか。ちょっとご覧いただいている方からリモートワーカー皆さん安定回線をお持ち